最善なのか、ネギの近くに置くのが最善なのかってあ、考こっえちの方て、がいい。こっちの方がいいですか？ありがあかん。とそんでいいと思う。もうちょっと入れた方がいいと思う。う。ちょっもっと。と。もうちょっとたくさん。それぐらいあった方がいいんじゃない？こっちも入れといてくれる？ここの方が良かったかもだけど。ネギに隠れちゃってる。でもいいよ、でも。そっち入れてくれ。はい、ありがとうございます。美味しそう。美味しそこんな美味しそうな石焼きビビ夜ンごバが夜飯。ご飯できるとは。一緒に作った。本当や、思わなかった。できた。できやった。とできた。嬉しい。召し上がってください。あとは、なんか飲み物？甘辛いやろ？入れるところはこっち？あのね、そうそう、そう、冷蔵庫のね、こっちのね、ここら辺に、あ、それ茶碗蒸しだ。茶碗蒸しがあったんや。豪華だな。これ、まとめて。てると思うんだけど。頭が寒い。帽子かぶったら。じゃあ、こういった茶碗蒸し置いときます。それはちょっと寒いのは問題かもね。そうなんですよね。ね利便性高いんだけど。え。あ、かわいい。写してもいいの？いいよ。あら、かわいい。美人。あら、何それ？何の音？鳴き声。鳴き声、誰それ？何ちゃん？名前あんの？何やろう？その帽子の名前。なんか、うんち？うんちじゃない。うんちに見えるけど。違う。じゃあこれからうんちって名前にしま色う。と明日佐原さんに教えてあげよえ、どうしたの、それ。う。やば。これネットで売ってたんですよ。何ってことはなくて。熊のブランドがあるんですよ、こういう。なんか、そう。そ熊には見えないよ。う。本当あ、ですか？耳がついてるんだ。そう、これがあ、耳それなんが、ですよ。あ、それが見えなかった。それでお目目があって。あ、本当だ。そうそれ、うそうんちじそう。ゃないわ。もう一全然回。うんちじゃないんだでよ。も、耳が落ちてるから耳出してみて。そうだあ、クマよ。か。そうだよ。わかりました。FF14。今え？から食べるんはだ。い、どうぞ。お腹召しす上いがた。ね、作るのに時間かかって。時間かかったっけ？時間かかっちゃった。全然覚えてない。なんか長かったような気もするし、2時短かっ間ぐたらようない、かった2よ時うな気間もぐすらいる。かかってると思う。本当ですで、こか？れはこのスプーンね。はーい。茶碗蒸しの。イェーイ。はい。で、これで返酔っし払いて。小一。よいしょ。じゃあ、召し上がってください。いただきましょいただきます。さっちゃんは寝ちゃってるから。う。ああ、ねんねしてんだ。この紹興酒みたいなの飲む？違じうゃあ方がいい？ちょっとだけビールにする？ビールですか？私あんまビール飲めない。飲めない？そしたらこのくるみ酒。ちょっと。あんまお酒飲めないから、今。はい、じゃあこんだけ。ありがとうございま少す。し。いたはい、だどうきまぞ。す。魚たち。魚たち。すごいね。やっと水返したんや。すでごも気になって気になって。い。でもこんな3つもあると、4つもあると水替え大変ですね。まあね。はい、召し上がってください。乾杯しないあ、と。乾杯しましょうか。はい。お疲れ様でしおた。疲れ様でした。
乾杯。ご苦労様。いただきます。いただきます。うん。美味しい。多すぎ。ねえ、うん。いただきます。すごい。仕上げビビンバ味見してみます。割るんですよ。え、卵割るんですよ。卵そうですよ、 YouTube 的には割るんですよ。やっぱ割るんですよ。ここ卵うまそう、うまそう感を出すんですよ。割ってあ溶けたみたいな。こう出ないとあかんの。それがちょっと、そう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 、そうか多分。よくわかんないけど。せやな、卵が割れへんかったらちょっとあかんな。そう、やっぱ卵なんですよ。なるほど、わかりました。いただきます。お肉も美味しいかもやけど。肉、うん、うん、ご飯がパリパリする。おう、うん、美味しいですか。ちょっと、うん、美味しい。美味しいね。ちょっと冷めちゃったかな。ほんと、うん、でも美味しい。やっぱ、うん、よく食べよ。ハリハリ漬けってやつも美味しい。うん、美味しい美味しい。明日佐原さんにはね、うん、死ぬほど重い話をしながら一生懸命あの二人で石焼きビビンバを作ったんだっていう話をして、何やろ何それって。うまいね。本当だよ。